種類的には18種類。へえ。多分数え間違いがない。これですもんね。これが天然サンマ。やばいな。牛より飼育期間が長いっていう。うなぎも出るんですか。おお、もう旬物もりもりだね。絶対こうですね、はい、読めないし、6番とか全部漢字にする毒素抜きましょう、みんなで。うまい、美味しいですね。うん、ハマグリを冷製で食べるって結構珍しいとね、大体ワンモノとかに入ったりするんで、やっぱ苦味がアクセントになってますね。はい、ついでこちらですね、一本釣りのアジですね、エスカベッシュといって洋風の南蛮漬けにしてご用意しております。上にはですね、ヤマウド、あとはギボージュと書いてウルイですね。で、一番上の緑色の山菜がウコギという山菜になっております。山ぶどう、山ぶどう、うるい、うこぎですね。うわー、解毒しましょう、皆さん。うん、香りいいな、これ。うまい。スケベっすね。やってること。そうですね。嬉しそうな顔そう。基本的には山形。あ、山形なんです。この今の時期は天然山菜が入る。山形すげえな。山形山菜はもう抜群ですね。あっちの店とか結構すごいですか。どうなんですかね。見ないっすけどね。山形の人があんまり山菜を求めてない。その辺に生えてる。ああ。その辺に生えてる。だから彼らは宝の山だと知らないんだ。あ、知らないです。そうですね。当たり前にある環境って慣れてしまうと、ね、それが特別っていうのがこういう本当都市部に出てこないと分かりづらいというか。確かに山菜の良さってなんかレストランに初めて気づいたぐらいですかね。山菜で家で出されても全然ピンとこなかったです。確かに。はい、続いてこちら北海道のエゾアワビですね。上の葉野菜がハコベという春の七草と、あとクレソンを使ったサラダに、コゴミという山菜を添えて、ご用意しておりますね。少し粘り気があるんですね、コゴミって。そうですね、うん。タケノコは漬けるとこがすごい多いなと思って。あ、そうですか。そうなんです。ここで火を入れるときにすごい剥くんですよね。で、結局中しか食べない、食べれないので、ただすごい香りは残ってるんですよ、周りに。なのでこれをどうにか活かせないかなっていう。やってますか。足を、はい。この朝月のジノベーゼはニンニクっぽいですね。やっぱり朝月だから。そうですね、はい、少しあのニュアンスが、はい、感じが。これめちゃくちゃうまいです。タケノコ、タケノコ一個されたんで。北海道夜市のあん肝ですね、瞬間燻製にしてご用意しております。油の多さがあれですか。そうです。なので冬眠前のクマを、でそれを真空冷凍して、この花山椒の時期にあえて一緒にこう出す。もう本来は交わらないような時期的に。ああ、そういうこと。人類のいたずらですよ。ヒグマもメニューされてると思ったよ。20品のうちの1品で。はい。何のコンソメですか。ビーフコンソメです。牛、牛です。牛なんすね。はい、来ましたね、港区のバゼリー。入れましたね、まあまあの量。いや
すごい。いやいや、めっちゃ高いですよ、あれ。今年初動でキロ60万からですね。トリュフより高い。こちらは北海道のヒグマのロース、ですね、花山椒、あとわらびの先の部分ですね。先ほどあの軸の部分を細かくしたんですが、こちら先の部分を、うちで取ってるコンソメで、しゃぶしゃぶにしてご用意してますね。コンソメうまいな。シャキシャキ感と清涼感と味わい。なんか全部苦味っていうアプローチだけど、他からのなんか料理処方で飽きずに食えますね。そうですね、関西によって全然調理法がやっぱりこれはこれ、あの焼いた方がいいとか、ソースにした方がいいとか、いろいろあるんで。これ20品やるシェフ日本にいないですよ。日本にいないと思います。マジで変態で、大体2ヶ月ぐらいしか、出ない、小餅の、ヤリイカですね、こちらもコンフィにした後に、表面を焼いて、ご用意しております。ソースがモリーユダケ、とバンブランという、クラシックな、フランス料理のソースを、かけてご用意しております、一番上山菜ですね、こちらアケビの芽。うん、苦い苦いですね、アケビの芽は。まあまあそうですね。これだけで結構アサリがいけちゃうなって感じですね。モリユ。フレッシュね、生のものが。かなりジャンボサイズね。うまい。この小餅じゃありか、超うまい。こちらドドグロですね、炭火で、焼いてご用意しております。下にはですね、国産の石川県能登で生産しているカルナロリ米といって、リゾット専用のお米ですねをサフランで、炊いたものと、今日はタラの芽とあとホタルイカを刻んだものを、合わせたタラの芽ホタルイカサフランリゾット。いや、ホタルイカがいいですね。そうですね、ホタルイカをソースみたいにしました。うん、なるほど。お米だったんですね。 そこに庭床の芽という天然の山菜ですね。庭床の芽、ちょっとこういうブロッコリーのつぼみみたいなついてる特徴で、はい、フリットにしたらずっといけそうですね。なんかスナック感覚で、本当にずっと食べれそう。山菜ですね、こちら甘どころという山菜マニアックな、こちらですね、甘どころという山菜と、あと肝臓という山菜ですね、こちらにありますね。はい、真ん中が肝臓だな。はい、で黒いソースは中華料理のよだれ鶏というお料理のソースで、ご用意しておりまして、非常にうなぎと相性いいので、ぜひ一緒に召し上がってください。すごいですね、全部試したんですか。いろいろ、そうですね、あとはもう味をとにかく知って、で、どういう調理法がいいか、どういう調理法かっていうのは、もう山菜によって分けてご用意してます。甘いね、甘どころ。甘いですよ、甘どころ。めっちゃ美味しいですよね。ほんのり、この粘りというか、これは結構山菜の中でもかなり美味しい山菜かなと思います。うまい。程よい苦味と、甘さもあって。おう、うなぎがうまいわ。甘みがうまい。すごいな、こんな種類食わないですよね、普通。山菜勉強したくて、こうなんか調べても出てこないですよね、こんなに使ってる山菜。あー、昨日
ノトウのアイスになっておりまして、食べるとフキノトウの香り広がりますね。そうなんですか、はい、全然見た目はフキノトウじゃないですけど見た目はフキノトウじゃないんですけど食べるとフキノトウ。うん、相変わらず。じゃあ2万4000円2万4000円しました。それ聞くと怖いんですけどって言っちゃうんですよね。また色がもう鮮やかだもんね、ほんと。こちらを、オパナザワ牛ですね、はい、ランボソの部分ですね、グリルしてご用意してます。ソースがポートワインと柚子胡椒、ソースとグリーンピース今日ピューレ状にしております。あと人参の、能登の人参のピューレ、山わさびと、椎茸ですね、能登玉に添えておりますね。全然辛くないですね。そうですね、本当香りがほのかにある、うんうん、品のある、品のある。めちゃめちゃうまいですこれ。味わいが本当濃いですね、オパナザワ牛のすごい赤身だけど、いい感じに、いい感じですね、この刺し全然それだけで、ブランドになる。味山椒、花山椒、味山椒ってやばい。味山椒マドロン。もういよいよ何屋さんなのか分からないです。中華。大井花山椒。こちらはですね、実山椒のペーストを入れた麻婆豆腐に今日は、花山椒を入れたスペシャルバージョンでございます。やばいでしょこれ、いくらだよって話ですね。うわ超うまい。美味しいっすね。うまっ、うん、鼻で食わす麻婆ですね。麻婆だけください。麻婆だけ、はい、麻婆いいです。食いますね。いや、美味しいです。ご飯も美味しいですよね。あんま5月の方の祝日にはかぶらないです。はい、続いてですね、こちら下はですね、レッドキウイフルーツを、グラニテという氷菓子に、してご用意しております。その上にフレッシュの、緑色のキウイフルーツ、その上には、ペタークリスピーといって口の中でパチパチ、弾ける飴ですね、少し添えております。一番上の山菜ですね、こちらはスイバ、はい、サンバって書いてスイバって言います。食べるとスモモの味わいのする山菜になってます。スモモ、はい、お、酸っぱい、はい、なんだこれ、これ山菜なんですか。これ山菜ですね、はい、すごい、ペタークリスピー、ペタークリスピー、口の中でパチパチ、ペタークリスピーですよこれ、ペタークリスピーってやつ。スイバは一生電話なんじゃねえこれ。一生電話はない。衝撃でしたね、ここ食べた。衝撃ですね、酸っぱいと。酸っぱいよこれ。山形から届くの、山形で見たことないですね。あお直売所に山菜いっぱい売ってるんですけど、そういうところに並ばないんですけど、初めて東京に来た時に、本当変態ですね。いやいや山菜の組み合わせ。最後まで山菜ですね。そうです、すごいな。ホビアイスですね。今日はイチゴ、弥生姫というイチゴですね、合わせております。で下にヨーグルトのソースと、イチゴのソース、ヨモギオイルですね、かけてご用意しておりますね。合わせるようにして召し上がってください。ヨモギの香りっていいですね。そうですね、ヨモギアイスにする人いないですね。でも本当この機会がないとできないんで、だからないんですよ。よもぎアイスめっちゃうまいですよ。めっちゃうまいですよ。めちゃめちゃうまい。もうこれ作った時感動しましたもん。これ売れますよ。売れますよ。食感もいいです。食感のナッツのようなニュアンスになる。香りもすごいですね。苦味とこれ甘さが合わさって、ちょっとチョコレートのような気がする。バランス、ご天才です。美味しいです。お茶も山菜にしようかなと思ったんですけど、お茶はやめました。こちらはですね、フキノトウの香りつけたブランマンジェになっておりますね。ちょっとピスタチオのオイルつけております。こちらもう一個のお茶菓子、フキノトウのフィナンシェになってますね。
本当だ。うまい。ピロトって本当万能でデザートもいけますし、パスタとかリゾットとかソースとかもいけるっていう。クリーム系に合うですね。乳製品美味しいですね、うん。味噌とかもね美味しいですし。じゃあ山菜。いやー山菜食ったなー。山菜食べましたね。すごい。山菜好きはたまらないですね。これは。そうですね。マジで。そう考えるとめちゃくちゃすごいですね。今回いろんなありとあらゆる調理法で山菜をもう炒めてますよ。はい。調理法ですね。やっぱり全部天ぷらにすればいいってものじゃないかと思うんですけど、やっぱりこの山菜はこの調理法とか、この山菜は。山菜と向き合いました。I'll try to give you my everything.